広田はじめ社会保障を立て直す国民会議の広田はじめでございます。本日は社会保障ではなくて、安全保障について質問をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。まず、F35A に関してお伺いをいたします。防衛大綱、中規模の改定に関連しまして、 平成30年の12月18日に F35A の取得数の変更について、閣議了解がされました。取得数は42機から147機に増加して、それに伴い、平成31年度以降の取得は、完成期輸入によることとなりました。最も大きな理由なんですけれども、それは機体価格の低減でございます。 131億円が114億円に下がるとの答弁もございます。もちろん、取得価格を引き下げることは、我が国の厳しい財政状況を鑑みれば大事な要因だというふうに思いますが、ただ、このことについては、自国だけではなくて、やはり他国との比較、これをしっかり十分にされたのか。 あ韓国やイスラエル、トルコ、オランダ、ノルウェーなど、既ですで、ね、に完成品を調達している各国の単価、まあ、これはどうなっているのか、あまずお伺いしみ山<上>、えー、防衛防衛庁長官。 F35 を導入している他国における機体単価についてでございますけれども、報道等から計算をいたしますと、英国は F35B タイプで、日本円に換算いたしますと132億円、豪州、オーストラリアは F35A でございまして、107億円、イスラエルは F35A で123億から140億円。 韓国は A 三十五 A で百三十四億円となっておるところでございます。えー、我が国におきましては、あのー、ご案内通りでございますが、本年度予算におきましては約百十四億円で、えー、予算計上しているところでございます。平田君、はい、あのただいまあの答弁があったように、完成品だからといって、まあ韓国の事例百三十五億円等を見るとですね、決して 安,く安いわけではありませんこれからさまざまな国際環境が変わり、あるいはアメリカのあい,いねになってしまうわけでございますので、必ずしも完成品が未来永劫安いということは決して言えないということをまず指摘をしておきたいというふうに思います。その上で、平成25年3月1日の F35 の製造などにかかる国内企業の参画についての内閣官房長官談話があるんですけれども、 その中身について、政府参考人から説明をしていただきたいと思います。鈴木。宮間長官。失礼いたしました。あの。平成二十五年、三月一日の官房長、内閣官房長官でございます。 これは F35A の,、F、A の生産等に関します企業参画について、えー、述べているものでございます、あのちょっとポイントだけ、後段部分を読み,読み上げますと、F35 の部品等の製造への国内企業の参画は、戦闘機の運用、整備基盤を国内に維持する上で不可欠であり、また我が国の防衛生産および技術基盤の維持、育成、高度化に資することから、あ我が国の防衛に大きく寄与するものであると。 さらに部品等の世界的な供給の安定化は米国等に資するほか、国内設置され,てされる整備基盤により、米国に対する支援も可能となるため、日米安全保障体制の効果的な運用に寄与するもの等と、いうことをこれは講談部の等、こういうことを述べまして、はい、いわゆるこれに基づきまして、例えば f ファコというような生産方式などを導入したものでございます。 はい、あの先ほどお答弁があったように、えーまあ、今回のこの F35 の製造に関わる国内企業の参画はです、ね、やはり国内企業の参画によって、戦闘機の運用・整備基盤を国内に維持する上で不可欠であるということ、さらにこれらのことが我が国の防衛に大きく寄与する。 こういったことに鑑みて決まったわけであります。その意味するところは単にですね、完成品を調達するより、優先確保すべき安全保障上の国益があるんだ、こういうふうなことでありますので、このたびの政府はこれらの考え方を破棄したというふうなことでいいのか、この点については、岩屋防衛大臣にお伺いします。岩屋防衛大臣 その前に先先ほど長官から説明した各国の購入費用ですが、ベースが必ずしも揃っておりませんで、一概に比較することは適切ではないと考えているところでございます。それから、ただいまのお尋ねでございますけれども、官房長官の談話のとおり、F35 製造への国内企業の参画はやはり必要だと、大事だという観点から、 ファコという仕組みでやってきたわけでございますけれども、しかしながら、我が国の厳しい財政需要の下で、防衛装備品の質と量を着実かつ迅速に確保するためには、F35A の機体価格を一層低減することで、効率的な調達を進める必要があるというふうに考えました。そのような あの考えのもとに、ファコという仕組みをですねあの取りやめて、平成31年度以降は、つまり令和元年度以降は、完成期輸入に切り替えるという苦渋の決断をえしたところでございます。われわれとしては引き続き、国内基盤の、国内の防衛生産技術基盤のえ育成、 高度化は重要であるというふうに考えておりますので、過去での経験をしっかりと生かしてあの、次につないでいくことができるように、努力をしていきたいと思っております広田君。日本のです、ね、厳しい財政状況と勘案することは、誠に重要なことだというふうに思いますけれども、今の岩井大臣のご答弁、非常に苦しい。 答弁だなといいう,うに思います国内の防衛産業をしっかりと育成、高度化していかなければならないというふうに言いながらです、ね、今回のような措置をするということは、私はもう言っていることとやっていることが違うというふうに指摘をしておきたいと思います。 まあ次にですね、平成23年まあ12月20日の基地選定結果の資料、これを見ましても、国内企業参画の確保はあの必須条件であったというふうに認識をいたしております。基地選定に必要な5点セットの一つであります、提案要求書というのがあるんですけれども、この評価項目として、国内企業参画はあの重要な柱の一つであります。 評価の枠組みの第一段階では、先ほど来お話が出ております、箱施設を国内に有することと、修理・整備基盤を国内に有することは必須項目でございました。この基地選定におけるこの必須項目の位置づけについて、これは政府参考人にお伺いします鈴木整備計画局長。 平成23年の次期支援、えー、時期期失礼しましまた時期戦闘機の機種選定に、その当時におきましては、国内企業参画というのも、えー、これも考慮して、一つの項目として評価を行いました。ただし、そのほかにも、ですねあの性能ですとか、経費ですとか、広報支援とか、こういう3要素、別の要素もございます。でこういう要素も入れますと、まあ、仮にその国内企業参画の評価が、もう仮に要素でなかったとしてもですね、 F35A が、この先ほど申し上げました性能、経費および広報支援の三要素について、最高の評価を得ておりまして、選定の結果はまあ変わるものではないというふうにえ考えております。いずれにいたしましても、当時の機種選定は当時の状況を踏まえて、的確に行われたものというふうに認識してございます井上君あの鈴木さん、えーまあ、確かにです、ねまあ、総合的に判断しているところはあろうかというふうに思いますけれども、いいね 先ほど申し上げたとおり、評価の枠組みの第一段階における、この国内企業の参画についてはです、ね、この必須項目を満足するかどうか、この評価を行って、当時はです、ね、このうちの1項目でも要求を満たしていない提案といったものは、船外つまりその時点で選定から脱落すると。 こういうふうな位置づけだったというふうに思いますけれども、今の答弁と違うんですが、もう一度改めて、えー、答弁を求めます。水局長。 あの当時の機種選定結果につきましては、平成23年12月の資料でございますけれども、評価結果といたしまして、第1弾評価というのがございまして、これにつきましては、当時ございましたあの3機種の候補集、これすべての必須要求項目を満たしたという前提のもとに、第2段階評価というのに移りまして、性能、経費、国内企業参画、候補支援と、こういう評価をして、最終的に F35A が選定されたという経緯でございます。 田君つまり大臣ですね、あの当時、この国内企業の参画というものがです、ね、の評価があの十分でなければ、その時点で選定から外さなければならない、こういう取り,取り決めになっ,てなっているんです、それほど国内企業の参画というのは重要な位置づけなんです、今回それをですね政府自らがらが方針転換してしまった、これ非常にですね、 重要な転換をしてしてままったんだと思いますこれ、しっかりと国民の皆さんに説明責任を果たさなければいけないと思いますが、大臣、いかがでしょうか岩大臣あの、まあ、当時の判断として、ですね国内企業の参画があの極めてあの重要視されたということは、あのそのとおりでございます。まあ、一方、その機種選定から7年あの以上があの経過をいたしましたまた。 新たな方針で,です、ねえー、追加の購入をです、ねえー、100基を超えてあの行うという方針を打ち立てるに至ったわけですけれども、こういう検討過程の中で、さまざまな情勢を勘案して、まあ、柔軟かつ的確に今の安全保障環境に迅速に対応していくことが必要であると。 またあの、効率的な、できるだけ、えーまあ、購入費用もです、ね、低減をさせていく、えー、必要があるという、その調達の効率化、えー、ということを考え合わせた上で、苦渋の決断をさせてあのいただいたと先ほど申し上げました、まあ、ぜひあのご理解をいただきたいというふうに思っておりま時間がまいりましたので、最後にしたいというふうに思いますけれども。あの F35 は当時から最新の技術が対応されていて、非常に技術開示のハードルが極めて高いものでございました、当時です、ね、パートナー国であっても、国内ライセンス、これを持っている国はなくです、ね、いわゆるファコができたのがイタリアだけでございます、そ,ういうそのイタリアでもです、ね、これを取得するために7年間の交渉が要したということであります。 そういった意味から考えますと、このファクを有するということはそれほど重いものなんです。ですから、今回の決定というのはです、ね、私は将来に過根を残してしまう危険性が非常に高いですし、先ほど来申し上げているとおり、機種選定の信用性と信頼性も大きく傷つけることにな,ってな,な,なりかねませんので、この点はぜひです、ね、ご留意をしていただいて、今後の運用に努めていただくように、強く要請をして、私の質問を終了いたします。どううもありがとうございました テルヤ監督君。